とということはです、ね、僕の作品は絵画も彫刻もあまりにも単純なので見るべきものはあまりありません。ただ点一つだけちょっとあるので何これっていうそれをいくらこう覗いてみても何も出てきません。普通はあ美術作品の場合は見るものですえ。こちらがこれはどういう作品だろうって言って、えー、見るっていう。 それは書いてるものを読んだり見たりしながらそれを分かるようなそういう場合が多いんですけども僕の場合はそれよりもまず作品の前に立つことによってそれを感じるだからその空間やさまざまな空気とともにそこにあることを感じるっていう。絵を描く時は 息をいっぱい吸い込んで呼吸を止めてそれでゆっくりと絵を約1分50秒から2分ぐらいかけて描きます。これで何回か繰り返してしかもこれは1回で終わるんじゃなくて1週間ぐらい乾かしてまたもう1回描いたりもう,もう1回一回 1>, 1週間ぐらい乾かしてまた描いたりこれを3回から4回ぐらい重ねて作品が一応できるんです。 僕のの作品の場合は自分で絵を全部描くんではなくてそしてこのタッチはただあのマークをつけるっていうんじゃなくて僕があの自分の体を使って長い間訓練されたあーそのやり方で描いてるわけです。従来の普通の絵描きはキャンバスを自分の植民地のように 全部パーフェクトに経営するんですこういうこういういのを一種のモダニズムって言うんですけどもそういうふうにしないで作ることと作らないこと書くことと書かないことをリンクさせるところで作品が作られるということですだから外の世界と自分の内側の世界が出会うというその場が絵だというようにだんだん考えるようになって僕は大変楽しくなりました それでそういう面白い絵面ができるというようなことはその都度違ってくる、ね、その都度違ってきてその関係の仕方によってさまざまなああの無限観を呼び起こすですから絶えずその都度その違うように見えるというそういう生き物です。絶えずその時間やその場所と 組み合わさって作品になるので、僕が全部を作るというそういう発想ではない。僕はとりあえずはあの、えー、あるヒントを与えるとか、あるケーキを作ってあげるっていうそれそれが僕の役割だということがあまあ、僕の立場なんですね。その外と内との対話を試みるということが基本的な僕の立場だということです。 ハイデーカーの芸術論の中にこういうところがあるんです。自然はその、うん、人間の作った文化というものを自然は元へ戻そうと頑張るし人間はそれを持続させようと頑張るそれが張り合っているというところに芸術作品の運命があるんだということを言っているのが素晴らしい。 自分の発言を発言作ることを制限しこの整備整理して、えー、たくさん作らないとにかくできるだけ控えめに生きよう、ね、それでよく考えてむしろ身体というものをもう一遍よく考えて身体の感覚みたいなものをより大事にすべきであって アーティストがどう生きるのかどういうような立場で仕事をしているのかということが問われることで少し。 アーティストがりすぎアーティストの考えていることをあまりにも相手に押し付けるアーティストはあああ沈黙を学ぶべきだしそれで見る側はアーティストの言うことを聞こうとするんじゃなくてその空間や世界を感じるというようなことをむしろ大事にすべきじゃないだろうか。 ね、あんまりアーティストにアーティストの言ってることが何,何だろうかっていうことばっかり考えるよりもその空間や世界で世界が語る,語ることを聞くようなそういうような方向が僕はより重要だというふうに考えます。